サドルにはもう我慢できねえ。くそ、なんてやつだ。あいつらには人の心ってもんがねえのか。もう我慢できねえ。逃げてやるぜ、何が何でも。愚かですね。ベガ様にお仕えする栄誉をこんなことで捨てるとは。うるせえ、もうこれ以上ついていけるかよ。消えがって。どうや、うわっ、汚いね。ほいほかいよっと、イーホー、そいえ、汚いね。お楽しみの時間だ。イーホー、ベガ様。いつまでも付き合ってられんか。放っておくです。どうせ大したことはできないですよ。俺は戻らねえぞ、シャドルにゃな。ここまでは追ってこられねえだろ。それにしても腹が減ったな。なんか食いてえが。あなたは、シャドルに加わっていたはずじゃ。それとも食い逃げ。違う、まだ。とにかく逮捕します。えっ、うわぎゃ、消えがって。うわぁ、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 お楽しみの時間だ。またやるぜ。よっと、いっぽん、のうちに。こら、待ちなさい。あら、見たことのある顔ですわね。こんな場所で何を。てめえには関係ねえ、嘘やろ。そうはいきませんわ。ちょうど退屈していたところですの。消えがって。お楽しみの時間だ。またやるぜ。くたばりね。いいぞ。意外と悪くありませんわね。俺の攻撃が効かねえだと。侮ってもらっては困りますわ。シャドルーの総区一匹相手にできぬ私とお思いですの。俺はもうシャドルーじゃねえ。こんな目も初めて食ったぜ。それでなぜシャドルーを脱走しようと。決まってる。奴らのやり方が気に食わねえからだ。あんなやり方は許せねえ。帽子着用が規則だぞ。てめえ、俺様のこのナイスな髪型を何だと思ってやがる。シャドルにいる以上、私の方針に従ってもらうですよ。シャドルを裏切るとはね、気に入りましたわ。我が神月の触覚となることを許しましょう。触覚？ただで飯が食えるってことか。必要に応じて私の命を聞くならば。なあ、いいぜ。どいつをぶっ飛ばせばいい。
カリンお嬢様。裏切りは主の器量が足りぬ証拠。この男が裏切るならば、それは私の不徳の致すところです。それでは腹ごなしに、これをこなしてもらいましょう。神月流、百人組手ですわ。なんだと